それチベット貸してみ。おい、通勤官。絶対いい人。チベットだけだぞ。一言だけであの人物を連想させてください。救済。一瞬、彼か。今年はあるのか？何を半年しているのか。母親の言い間違いをこの場でご披露ください。ジャージの上下がジャーゲの上司。母ちゃん、かわいいね。上司が逆さま？忘れてるわよ。迷子のお知らせをいたします。青い T シャツに赤い半ズボン。黒いお馬さんにまたがって待っていたぞ。ケンシロウってつぶやいてる見た目が43歳くらいの男の子を預かりいたしております。見た目が、迷子って。危ない子。ケンシロウではなかったか。俺はバスジャックだー、と立ち上がった瞬間、何も武器を持ってないことに気づいたので私服のキモさで制圧する。無理やて、自覚ありかい。気づくの遅いって。いや、私服なんかい。自分のドライカレーにレーズンが入っていることを知った要素は凄まじい形相になった。次回。酢豚にパイナップル。攻める、懲りねえな。平等かわいそ。トムとジェリーアン。野原慎之介30歳独身。ほっこり、プリケツ。相変わらずだな。ゾウさんも元気か？すべての部屋に秘密がある。換気して、これ混ぜちゃいけないやつだった。混ぜたか、やらかした。手遅れっぽい。新たな秘密誕生。お前よりは使えます。だな、そうだね。煽るやん。なんも言えねえ。木、出会う、章、付き合う、点。愛し合う、ケツ。代金支払う。詐欺か、やられたな。付き合うまではよかった。結婚式ならハッピーエンド。右玉っき左玉っ砕いてくれるっされど割れとって鬼出っ歯ないぞ己って選べし片玉潰し。右か左か我は右玉っ我は右玉。増えた、払いたい。意味不明すぎ。わからんけど中毒になる。今年99歳のばあさんがやったとんでもない行動とは野菜マシマシ辛めニンニク。すげえ、元気だな。長生きはよく食べる。店長に唯一勝てる存在。ワロス。急に、どういうこと？自虐ネタか？ワロスワロス。上の2匹を一緒に飼うための注意点は暑さに滅法弱いこと。ああ、漏れるよな。ネタはやめろ。チャック全開で解決。アンパンマンの古い顔。うわぁ、トラウマ。フードロスやん。これが何十個も。あの歌の歌詞を少しだけ変えて悪者にしてね。あんなコートいいなぁ、できたらいいな。正直、伸びた。大きくなったね。静香ちゃん逃げろ。もののけ姫見てからずっとこう。風格、虫やん。降りてるな。続編決定。夏が来れば思い出す、はるかなおぜぇ。背負い投げー。おい、実行。思い出すか。ゴロいいのが腹立つわ。聞いたぞーあれらあのー。似てる、優しいな。平和な世界線。彼を飛ばそうか。おかんあるある。あかんおるおる。わろた、あるよな。7時までって言ったのに。とりあえずベランダに。10階。怖すぎ、幽霊か。欲しかったんだね。1階に持っていこう。停電から早5時間、前の彼が歩いて降りるというアイデアを思いつく。おっそ、まともか。くつろいでるやん。もう好きになりそう。遅刻の理由をいい感じで言い訳してください。遅れた理由を歌にしました。聞いてください、二度寝。許す、だからだろ。これが正解か。これが最後の大学生活だった。機関車トーマスが言った衝撃の一言。100円入れてね。一緒に走ろうよ。悲しい、遊園地か。ママ100円。トーマスの本当のご飯。ここの UFO キャッチャーアーム強いんだよ。強そう、勝ち確。赤字やん。なんで直前で緩めるの？宿題代行の一般的な相場。読書感想文に3000円。自由研究5000円。ドリル1冊5000円。ラジオ体操のスタンプ2万円。簡単、コスパよ。俺に任せろ。証人の根回しもいるからな。おい、誰だ、今ハゲって言ったやつは？出てこい、娘はハゲとらんぞ。ちょっとおでこがアンニュイなだけだ。お前じゃ、気づけ。アンニュイって、娘キレてるやん。在校生のアーチがくぐりづらい。Q
さ、アーチとは。在校生怖い。強い意志を感じる。タラちゃん。課金する。したな、いくらだよ。何に使うんだ。足音もグレードアップ。ジャンガジャンガ。やってる、美しい。今年は出るんか。昆虫界まで知られてるとは。なあ、修学旅行で油性使う？油性、かわいそう。悪意がすごい。クオリティは高いぞ。中学時代の黒歴史ノート発掘で震えが止まらない。ガチやん、何書いた？まさか母校担当とは。リコペロ激写の瞬間。安心してください、吐いてますよ。遺言、知ってるわ。いい顔してんな。安心して言ってくれ。店員と同じ服装だから簡単に万引きできた。笑顔、爽やか。よかったね。良い子は真似すんな。昔話にモンスターボールを入れて変な感じにしてください。桃太郎よ、その腰につけたモンスターボールで一つ私を捕まえてみたらどうだろうか。犬くん、そういう感じ。サトシだったか。ばあさんボングリアか。何かが不足しています。何かだ、教えろ。 OK、 押せるか。思い出が足りないか。ポケモン最新作に追加されるアンノーン。読めねえ、多すぎ。もういいだろ。アンノーンこすりすぎで草。本物の AED が来るまで気分だけでも味わってください。いらんて、天然だ。生きてねえか。ボケて蘇生する子をとうてく。大丈夫、安心して。私は無事よ。知るか、ピースすな。隣隣、左のおっちゃん誰や。こっちから取りに来たぜ。ついに、あ、いや、凄まじい栄養力。いくらならいいんだ。宿題忘れレベル99。そもそも宿題というのは自分の欠点を知り、それを改善するためにやるもので、欠点のない俺に非はない。腹立つ、やかましい。オタクの健太くんか。遊んでました、すみません。吐くまで飲みなさい。怖い、申しません。しかもミルクだし。20歳にならないでくれよ。泳げない人いますか。ほぼほぼ、多すぎや。せめて競泳だろ。戦闘溺れてるやん。作業中でもお客様がそばにいらしたら笑顔で。こんな閉店間際で1秒でも早く帰りたいのに、よくぞいらっしゃいませ。本音、気まずい。オブラートに包め。それ逆効果だぞ。揺れて見えるとストレスが溜まってるらしいです。知ってる、ボケなさい。もう飽きたぞ。おい、8つに増えたぞ。皿が5枚あります。一皿にリンゴが3個ずつ乗っています。リンゴは全部で何個あるでしょう。53。ん、あ、なるほど。確かに53だわな。言いたいことはわかるよ、でもね。ウェッちゃんと。ウェ、顔やめ。お前だったのか。夢ならばどれだけ良かったでしょう。口当たりがよくフルーティーな味わい、健康にも良い、精力アップの効果あり。副作用でまくり、ハブッシュ。やべえ、あかんて。どんな副作用だろう。逆に気になるから飲みたい。毎日散歩させてやらないと爆発する。好き、迷惑すぎる。あらやだ、かわいい。次は散歩させてる人が爆発する。誰が鹿や。日本カモシカは牛の仲間です。カモっつってんだろ。わろた、せやな。そうなんですか。結局なんなのだ、牛、カモ、シカ。いきなりブワーって脱がされたんすよ。ほんでバッサー襲われて、うわー重たんすわ。わろた、ジュニアさん。そしてぎっくり腰に。もちろんパンツは赤ですわ。ソフランで柔らかし揚げ。好き、いいねー。くそかわゆ。もふ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 したいわ。モーニング娘。のオーディションを受けて、両国に連れて行かれそうになったことがある。マジか、つんくよ。その気持ちはわかる。メイクってほんと大事だな。攻めの姿勢？やるな、受け攻め。万全の体勢じゃん。まあある意味で攻めてるな。メルアド交換しない？お兄ちゃん、私で練習するのもうやめて。うん、悲しいな。何の練習だよ。何回頼まれたって交換しないよ、お兄ちゃん。なぜ、なぜ、雰囲気の良いバーなのに、公立小学校の椅子なんだろう。マジか、そうなの。廃校リユース。体育座りみたいになってるんだろうな。徐々に帰宅する。好き、いいねー。ニヤニヤすんな。絶対バレると思うな。
もう一度地理を勉強しましょう。皆さんが昨夜攻めたのはインドです。目標はインドネシアです。復唱してください。違うな。歴史的大問題。インドネシア。神隠し。おい、こら。なんてことを。地味な嫌がらせしやがって。4連敗してんじゃねえ。ちょ、誰だよ。めっちゃおこです。ごめんなさい。よくわかりません。今アンパンマン見てたやろか。ごめん、顔やべえ。勢いがかねえ。なんか老けた顔した赤さんだな。つまりこれ以上の寄付はできないと？怖え、辛辣だ。真顔で言うなし。よさげな服着てるじゃんか。いえ、三つ子でもないし千と千尋の神隠しにも出てません。似てる？ですよねー。じわじわと来た。それにしか見えなくなった。プリンター、治りました。え、壮絶だな。何があったんだよ。めっちゃ頑張ってくれたのね。どこの試着室開けてもいる。いやー。いるよねー。もはや生きようだな。めちゃくちゃ嬉しそうじゃんか。日本で多い名字ベスト3、3位高橋、2位鈴木、1位以下、7氏に代わりましてビップがお送りします。これは、なんでこら。風吹けば7氏。まさか次のリアル鬼ごっこの量的に。テロップがボディに入った。増えた、まさかの展開。決まり手は関東賞。これ完全に刺さってるよね。みんなしっかり探してくれよ。コンタクトないと視力が 8.5 まで落ちちまうから生活できねえんだよ。十分だ。そりゃ大変だ。8.5 じゃ生活しにくいぞ。8.5 もあればコンタクト見つけれるやろ。ボクサーホイホイだった。うまい、爆笑した。餌は何だったんだ。頭くっつける必要あるか。トイレ行った時にどっちかを豪快に発表。やめて、恥ずかしい。豪快すぎんだろ。そんなんで山を焼くな。ホコタテ対決、絶対起きない息子 VS 絶対起こす母親。アホか、何してんねん。母なる大海原よ。息子はもう永遠の眠りについている。誰だ。おい、待て待て。柔らけえな。新体操あるあるかもしれんな。晩ご飯ちょっと時間かかりそう。おい、何があった。て、手伝おうか。手前頼もうよ。ピザ食べたい。有給休暇。インフルエンザで休んでるジェイソンのフェイスブックが腹立つ。うわぁ、元気せん。インフルの方が辛かろう。まあ3日目くらいからこんな感じだわな。ここにも小玉がいる。森が豊かな証拠だ。え、小玉、だと。汚い汚い。こんなんいる森嫌だわー。埼玉は再び日本を支配するだろう。埼玉県立埼玉第二高校校歌。うお、マジかよ。再び、だと。邪馬台国は埼玉だったとか。おばきゅう埋め立った。すごい、素晴らしいぞ。どういう発想力だ。言われてみたらそう見えてくる。これほんまに雨あるか？わろた、ごめんなさい。手違いでした。確実におこですな。野ざらし。うまい、かわいそう。なんか切ないな。アザラシ、野ざらし、山ざらし。そのあちらのお客様というのはどの方かな？あ、顔怖え。お客様の問題か？しかも白い服着てるし。うわぁ、私がバーベル欲しかったの知ってくれてたんだ。え顔、嬉しそうだ。食べれないよ。知ってる？なんだろう、憎めないなこの子。おい、ねんな。増えた、疲れてんだよ。これ絶対言ってるわ。このまま寝てたら危険だわな。消火器、アマゾン。無理だろ、それじゃ足りん。逃げる方法ググれよ。アマゾンには青急ぎ便もあるしな。絶対に起きない息子 VS 絶対に起こすおかん。は、本気やん。近所迷惑だ。めっちゃ楽しそうだな。ドリンクバーにヤバい客がいる。やべえ、近寄るな。巻き込まれるぞ。完全に寝返ってるな。これ前から欲しかったんだ。おい、待て待て。すました顔してなんてことしやがる。これは一体何に使うのやら。こちらお通しです。重い、えっぐい。通らねえよ。会計が気になる。医者、あれでもツッコミだけは忘れてないんですよ。やばい、泣いてしまう。哀愁漂いすぎだ。なんかいい話っぽい。いいでしょう、買ってもう
ほら、こんなに懐いてるんだから。見えんわ。懐くってなんだっけ。懐いても抱っこするとこうなるよね。ここで最初のクエスチョンです。やばそうだ。こっち見んなよ。全然問題が入ってこない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。